うまうまだよ。チャオ、ダンディ翔太です。今回は今営業が終わったところで初出勤のアルバイトの方がいます。お、それが修華です。修華ちゃん、よろしくね。よくぞ、はい、やってきといた。人手不足、大変。こんな店、いらっしゃい。ありがとう。来てくれ、ありがとう。招待よろしく。そんなこんなでね、今日は初めてのまかないということで、もうそれを動画にしちゃおうかなと思って、ね、急遽やっております。で、何が食べたいかな。しぐちゃんは何が食べたいかな。何がいいですか。何でも、何でも、全然何でもできる。できるよ、何でもできるよ。おさゆのおすすめはやっぱりパスタじゃない。翔太といえば、うん、リピーター率 90%、うん、パスタがおすすめ、うん、右肩行こうと思ってます。いいじゃない、パスタ。じゃあパスタの好きな種類とか、はい、じゃあカルボナーラ。カルボナーラ、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 ありがとう。初めてのまかない飯はカルボナーラ。材料がこちらです。右肩のね、ロース、そしてパスタ、生クリーム、卵、ニンニク、粉チーズ、ブラックペッパー、お塩、以上。はい、まずはカルボナーラソースを作っていきます。今回は全卵です。生クリーム大体ですけど 50ml。はい、オッケー。じゃ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 ってなってた。いや、これも50やね、これで。いや、いっぱい20ぐらいやから。あ、今ので50。そう、粉チーズ1、2、お塩1つ、2つまみ。ここでしっかり混ぜていきます。この卵の色も調子いいね。いい色だ。はい、オッケー。このお塩入れてすぐ混ぜんと、卵黄とお塩って結構固まりやすいから、お塩入れたらすぐ混ぜてあげて。はい、最後にガーリックペッパーをガリガリっと、ちょっとね、思ってるより多めに入れてほしい。はい、これぐらいでソースの完成。ニンニクスライスしていきます。今日使う牛の肩ロース。だから右肩やったよね。そう、これ右の部分やで。右ショルダーなんです、こっちがね。何かと思った、うん、ほんまは自分でこっそり店終わって食べようかなと思っとった美味しいお肉なんやけどね。そんなんいつもしてた。そうやね、今回はね、特別に男らしいカルボナーラをね、食べてほしいと思って。へえ、牛のカルボナーラです。牛のカルボって初めて聞くわ。そう、濃厚なチーズにね、ガツンとくるニンニクと牛の旨味。美味しそう。めちゃくちゃうまいね、これは。ま、聞くだけで美味しそう。ほんとだよ。茹で汁は塩分 1%。 ほら、いつも通り。はい、パスタのお湯を沸かしてる間に、こちらフライパンでニンニクを炒めていきます。まずオリーブオイルをね、ちょろっと入れて、ニンニク、そして弱火で火をつけます。ちょっと音を立てて、ニンニクのいい香りが上がってきました。いいですね。少し色づいてきたら、お肉をほぐしながら入れます。はい、見た目でもやばいんちゃう。ニンニクとお肉ってね、このステーキやん。絵だけでやばい。匂いがステーキ。いいね。はい、下味を少しだけ塩コショウをパッと振ります。いいね。このままご飯かけて食べたいよ。パス
スタやで。あ、パスタやった。もうこれだけ。はい、火を止めてパスタ湯がいていきましょう。はい、パスタ湯がいていきます。いつも言っております、くる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 回してゆっくり押して、はい、我慢できなくなったら離す。7分のパスタなんで20秒引いて6分40秒でスタート。1分2分したらね、必ずパスタをね混ぜてあげてください。たまにね混ぜてくっつかないように。残り30秒切ったので、こちらの牛の方をね火をつけて強火でいきます。今ね冷め切ってるんで、パスタを入れる時に温度上がってるように。はい、で火を止めて麺を入れます。茹で汁もちょっとね入れときます。茹で汁を入れることによって、牛とニンニクの旨味をねこのパスタの中に入れる感じ。へー。ここで30秒ぐらいねこのまま炒めます。しっかりねパスタに旨味を吸わせて、めちゃくちゃ弱火にします。めちゃくちゃ弱火、めちゃくちゃ弱火最小にして、卵を真ん中にね、フライパンに当たらないように真ん中に入れます。よっ。はい、ちょっと汁がなかったら水を入れる、茹で汁を入れる。さあ優しく混ぜて、はい、混ざったら火を止めて最後までしっかり絡ませて完成です。だってもう置いてあったから、今夜初めてのまかない、初めてまかないはまかない会、まかない会ね。うん、おいしい。うん、男らしいパスタやね。うん、おいしい。おいしい。うん、パスタおいしいよね。まかないパスタはみんな喜ぶときやんな、たぶん。まかない何喜ばれてるかは知ってる？え、そういうのあるの？ちょっと陰で、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 別にそんな会喋ったことないけど、あ、そうやん。たぶんパスタ会とあの海鮮丼の日は当たり日、うん、当たり日やと思ってると思う。なるほど、おばんざい外れみたいな。まあ、初めとは言わない。いただきますではあるよ、もちろん美味しいし。魚なんかパスタない？魚パスタとか、あと珍しいもん、煮込みハンバーグやった日とか。あ、珍しいもんやった日は当たり会なんじゃない？まかない、うん、でも暇が続いたら大体魚になっちゃうね。あ、だから暇の方が当たり会、忙しいと頑張ったのにおばんざい。そう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 、おばんざい残念みたいな感じだった今。あ、お前間違えた間違えた、危ない危ない。びっくりした。残念じゃないよ、美味しいねんけど。うん、当たり会ではない。なるほど。だから今日はこれは当たり、肝に銘じよう、心に
心に留めよう。よし。